東京チャンネル。中古車販売大手のビッグモーターが車の修理を行う際に故意に車を傷つけるなどの手口で保険金を不正に請求していたことが分かりました。ビッグモーターの第三者委員会が損害保険大手各社に提出した調査報告書によりますと、ビッグモーターはゴルフボールを靴下に入れて車体を叩く、ドライバーで傷つけるなどの手口で修理費用を水増しして保険金を請求していたということです。去年3月、損害保険協会の不正通報窓口に従業員から告発があり発覚しました。一部を対象にした調査ではおよそ4割で不正の疑いが見つかり、報告書では厳しい営業ノルマを達成するために不正が横行していたなどと指摘されているということです。損保大手各社は不正に請求された保険金の返還を求めていますが、被害総額などはまだ把握できていないとしています。